北朝鮮が拉致被害者らを調査する特別調査委員会について金正恩ョ第一書記がトップを務める国防委員会の幹部が中心となって組織されることが分かりました特別調査委員会は国防委員会の幹部のほか北朝鮮のいわゆる秘密警察で拉致被害者の管理なども行ってきた国家安全保衛部の幹部や朝鮮人民軍のメンバーなどで組織される方向です 日本政府は午前10時から安倍総理大臣や菅官房長官らが出席して関係閣僚会議を開き続いて NSC ・国家安全保障会議を開催しています政府は北朝鮮の特別調査委員会が事前の協議で約束したとおり北朝鮮国内のすべての組織を調査できる体制が整うと判断した上で日本が課している人の往来や北朝鮮船籍の入港禁止など 一部の制裁を解除する手続きに入る方針です。